690Duke は KTM スポートモーターサイケル AG が2008年から製造するネイキッドバイク。KTM125Duke から続くモタードのような走りを目指したストリートファイターとして設計されている。2010年から軽量化やアクセサリー等を追加した R モデルが併売されている。LC4 エンジンと呼ばれる水冷単気筒エンジンを積んだバイクで、 現行量産バイクとしては、最大級の単気筒エンジンを積んでいる。単気筒エンジンではあるが、低回転領域の大トルクを生かして、ゆっくり走るエンジンではなく逆にどんどん回転数を上げて走るように仕上がっており、さらに短気筒エンジンのメリットである軽さと幅の狭さを生かした軽くて走るバイクとなっている。デビュー当初は、外観としてはスーパーモタードに近いものであった。 また、排気量もデビュー当初は 654cc だったが、2010年モデルで 690cc へアップされた。2012年で外観を含めてフルモデルチェンジし、ネイキッドバイクそのものに近づき、低回転では走りにくい特性だったエンジンも改良して、ストリートユースでより走りやすくなった。690デューク。2015年1月18日へ閲覧。 ありがとうございます。